聞こえてる？ネオ登場枠で。あ、そうなん、へえ。うちもおいでや。うちにもおいでや、言うてきてや。久しぶりやん。どうしてんの？はい。ということで、人類予備校でございます。なんと久々のね、2日連チャン放送ね、始まりまして、若干元気でございますので、このね、ニコニコになって初めてなんですけども、無駄に画質の良い720ピクス放送をちょっとやってみてる、うちの放送に何の画像の良さがいるねんっていうね、あのことなんやけど、一応なんか720ピクス放送一回ちょっと やってみた。何の意味もないんですけどね。画質が綺麗なってたりします？やっぱりどうですかね。まあうちの放送では全く意味ないんですけどね、画質良くするって。まあそんな感じで始めたいと思います。よろしくお願いいたします。実はちょっと今日元気な、なんか知らんねんけど夜いつもめっちゃしんどいんですが、ちょっと元気なんで、よし、まあ元気な時はちょっと放送してみようかなってちょっと思いまして、放送いたしました。はい、ということで、つべのタイムシフトで見たいときにも字が綺麗に映る。あ、そうなんかな。字ちょっと気合でね、全般的にね、ちょっと画質のいい放送っていうのを心が、あのね、まあこっちごとなんですけど、この前教えてもらったですね、ウーベイかなんかいう、あのなんちゅうかな、その講師というか、なんかこういう教育的な動画を上げて、そういうね、できるサイトがあって、で、実験的にね、動画上げてみたんですけどね、画質が足らへん言うて、解像度が足らん言うて、受け付けてもらえないので、時代は解像度なんだなっていう感じで。だからちょっと解像度の高いね、動画を作っていく、ちょっと今練習しているので、ちょっと解像度今マイブーク、720ppsうん、以上のなんかがいるみたいね、今標準的にという、なんか携帯の対応がそれぐらいないと動画として認識でき、動画として見るにはそれ以上いるみたいな。解像度。だから、解像、じゃあ、PC の、こう、値段を、PC のお金を集めるために解像度上げて動画売らなんかね、いうことやんか。はい。まあそんなことではどうでもいいんですけど、皆さんどうもこんばんは、人類予備校でございます。ちょっと思ったより早い時間なんでね、誰も見に来てくれてないということがありますが、まあその辺のところは気にせずに、話していきましょうかねっていう感じですかね。これは何？どうでもいいんだけど、ペディオンに客を取られてるわけ？これは何なん？ペディオンに客を取られているのか、それとも、それ何にも関係ないのか、どっちなの？なんか、いつもよりこう集まりが悪うございますなっていう、気がいたします。はい。まあそういうことで、重症気取ったんか、雨で流された、あのねそういうね、雨に流されたとかいう話は今ナイーブやから、それ言うちゃダメやん。それ今そういうのはちょっと西日本ではナイーブな話やから、
まあそれにしてもね、ちょっと上のタイトルには書かなかったんだけどね、なんか2歳の子が見っかったじゃないですか。で、2歳の子が見つかって、もう純粋に、見つかったからよかったねで終わりゃいいのにさ、もうツイッターでもちょっとやったけど、知ってる？もう、なんかこう、見つけたボランティアのおいちゃんがね、見つけたボランティアのおじちゃんがね、これ、飴玉をあげたっていう話で、そしたら、飴玉をあげるなんて何事だっていう批判があって、もうこの国終わってんなって思う。なんなん？ 2 歳の子に飴をあげるなんて危険だとか、もうさ、何を言ってんのこの国は。客離れが当然。まあまあすいませんね。安倍の総裁選者のミックス解説報道の部分。誰が誰に、誰が誰にっていうのは、だから、その、まあ、ツイッターかなんかやと思うねんけど、それはこの前、ボランティアのおじちゃんがね、見つけて、こう、飴あげて、飴あげたら、2歳の子がバリバリ食べたっていう話を、もう今日言うてはるやんか。その時に、2歳の子に飴をあげるなんて、喉詰まらしたらどうすんねんとか批判があるわけよ。まあ、バカツイッター民ですけどね。もうね、何って。そう、相談した子供にこう飴をあげるなんて、そんな危険なことみたいな、もうツイートがあって。もうこの国はどうしたいの？こう飴玉もあげたらあかん国になります。まあそんな感じでね、ありまして、まあもうちょっと日にち変わりましたけれども、8月15日ということで、エアコンの効いた部屋で、まあ8月15日になりまして、まあ平和記念日とは言わへんのか、終戦記念日ですよね。が行われて、で、まあ毎年実は終戦記念日についてはちょっと、今日はね、ただたまたまね、ちょっと仕事がね、混んでまして、ライブでちょっと終戦記念日今年は見れなくって、でも報道でしか見てないんですけども、まあまあ僕注目してるのはいつも天皇のお言葉っていうやつが、まあどういうふうに 述べられるのか、いう話で、飴ちゃんあげたらアウトなら大阪のおばちゃんは絶滅やな。そうだね。で、まあそういうことがありまして、ちょっと報道でしか見れてないんですけど、まあ毎年その天皇のお言葉っていうの、僕は前から言ってるのは天皇のお言葉っていうのは、まあ必ず憲法、直接じゃないんだけども、まあ憲法で歌われているような文言を大体引っ張ってきて言ってはるのね。まあ平和にっていうようなことを言うや、それはまあ憲法的なことなんだけれども、まあそういうふうな、感じで。で、まあ言うたら、毎年そういうのがあったんやけど、まあ今日は今日のお言葉は、割と明確に言うてはりましたね。まあ最後の追悼式っていうのもあるんだけれども、まあ文言の中に再び戦争の惨禍がっていうことを言うてはりまして、あれ完全にですね、知ってると思うんですが、憲法の前文に書かれている文言なんですよね。
だからまあ、まあ、いつもバランスよく言葉持ってきはるなという感じで、思ってまして。うん、まあ、それに引き換え、安倍スピーチはってまた言おうと思うんやけど、まあもう、それはよくって、それに引き換え、安倍スピーチはっていう、絶対憲法について言及しないよね。我が国首相はね。天皇がこれだけ憲法に言及して言葉を述べてる中、全く憲法に触れないっていう、ここまでの延長あるよ。うん。今も自動延長になりましたからね。もうびっくりするねっていう、まあそこの2つ、うん、ありまして。ん？我が国、キーアベってどういうこと？ということで、で、そんな中、非常におもろいキャラが登場しましてですね、今のツイッター界を騒がしている騒がしている、一議員がおりまして、これ地方議員なんですけれども、市議会議員が一人いてはりまして、これがね、あ、不正事、これがね、めちゃくちゃ強烈で、久しぶりにこのキャラ出てきたなと思って、今2018年でしょ。でね、僕がね、ニコ生始めた2011年度頃にはね、ニコ生民でこういう人たちは結構いてたんで、こういう人たちがいてたんで、なんで戦没者追悼式と憲法むちゃくちゃ関係あるかな。もうここで関係ないって言ってたら君どんな神経で生きてきたんやって言われるで。追悼式ほど戦争のことを反省して平和憲法を持っている我が国が歩んでいく方向性を述べる場面じゃないですか。それを関係ないって言ってる神経が、この上で今から説明するこの伊勢崎市っていうところにいてる市議会議員がいてるんですけど、この子伊藤すみっこでいいのかな、伊藤純子でいいのかな、というまあ議員がおりまして、まあ、この人のもうツイッターがもう強烈すぎてねもうね、どのツイッターの文言も強烈すぎてね、これ何が面白いかって言ったら、普段ネトウヨであるであろうみたいな人まで批判をしているっていう、すごく面白い構図が今起きてますで、この人のツイッターの番号だけちょっとお知らせしますが、これ見せるとね、またなんだかんだでうるさいらしいので、この人のねツイッターがちょっと強烈なんで、知らない人はぜひ見てみてください。これこの人のねツイッターものすごいですから。これでね、今何が一番ね騒いでるかというと、憲法の解釈と、で一番今メインでこの人が頑張ってんのが主権の解釈なんですけどね。もうね、この人の主権のね、あの考え方を見てるとね、ほんまにあの、どう言ったらいいのかな、今まで憲法のこと知らなかったけど、ネット等々で憲法が、なんかその、憲法の無効論に初めて触れて、で、まさにこの考え方やっていうことを、ものすごくパッチワークでいろいろ拾い集めて、ほんで自分なりに解釈して喋るんやけれども、全員から批判されてるっていうね、これがねもう非常に面白い状況になっておりまして、でこれをねぜひともね、あの見ていただきたい。一通りの、あの先ほどから広告すみません、ありがとうございます。
動画？動画じゃない。46。この下の動画になってんのはあれですよ。評価してんの？どう評価してんの？じゃあ。じゃあ君、代理人として、憲法関係ないとか言うてるぐらいやもんな。それは神経一緒やな。追悼式と憲法関係ないって言うてるぐらいやから、まあ神経一緒なんでしょうね。ぜひ、まあ、最近ちょっとこういう風な人も少なくなってきたんで、まあまあいいんじゃないですか。彼女この動画見たのかな。いや知らん、そこまではわかんない。見て、その動画を見てそういう風に判断したのかなっていう意味ですかね。わかんないけれども、なんか持論をものすごく展開してる。このツイッターの一連の流れを見てみるのが一番面白いと思うけどね。ただね、久々、そっちにもごめん、はい、ちょうかのめさんツイッターあんねんから僕のツイッターから見りゃいいんじゃないっていう。これの人のねツイッターが強烈すぎてね、面白すぎてしゃあない。なんかね、でね、要はね、この人のね、その持論がぐちゃ、国家主権と国民主権というのはぶつかるもんなんだとかいう持論を展開していてて。まずそのスタートラインから意味不明なんですけどっていう、まあ話をねこう作ってあるんですよ。でそもそも主権の意味っていうのをこの人理解できてないんやなっていうところからスタートするんです。でいやちょっととは調べたら書いてあるんやけれども、これがねなんかわけのわからん、古代から天皇によるしらす牛ん牛箔で来てるんだから、そこから歴史を学んだ方がいいよって。何をわけのわからんこと言うてんの。でもこういう神経なんやろな、このツイッターをやってしまう人ってな。初見一案です。あんた散々リツイートしとったかな。リュウさん、あんた散々僕に返信しとったかな。古代の天皇を見るなんて、あんなもん古事記みたいな神話みたいな話から信じろいう方が頭おかしいんちゃうって言いたくなるけどね、僕から言わしたら。ギリシャ神話とか、北欧神話を見て、ヨーロッパの歴史が出来上がった言うてんのと一緒やで。そう。いや、わけがわからないの、歴史を知らないだけっていうのは、主権というのが何か分かってへんっていう話。主権という法的な意味が何にも分かっていないっていう。歴史全く関係あらへん。この動画の内容に反論した方が早くない。だから動画見られへんね、今ここで。ここから今動画見られへんから、もうそれに反論どうしようも。憲法はアリストテレスの時代からの慣習からでしょ。もう何の話をしてんの、それ。全然意味わからん。そんなん17条憲法が生きているっていう青山茂春と同じレベル。あのさんもとんでもろんなってきたけど。摂関政治、征夷大将軍、内閣総理大臣を任命する方式と天皇とどう違うの？何を言ってんの？何を言ってんの？天皇とどう違うののまず意味が分からへん。全く何を言ってんのか分かんない。リヴァイアさんも4年代で憲法を語ってる？もしかして。リヴァイアさん。リヴァイアさんはあれですよ。ホップズやんか、ホップズ。
別にリヴァイアさんは読まなくても憲法は語れますよ。うん。なもん読まんでも別関係あれ。古代からそうだったんだよ。違う教えてください。自分で勉強したら塾長青山茂春。じゃあ、青山さんを推してたのはね、大阪でアンカーっていう番組をやってた時の、麻生さんが総理大臣をやっていた時に、麻生さんの解散総選挙の時期を当てた時まで。西洋も古代からの慣習に乗って、だから今、主権の話をしてるね、主権の話。主権と、その、明治憲法と日本国憲法との話をしてるわけやから、ヨーロッパの憲法なんて別に今話してないね。まあ、そういうことですね。バカを晒しても、これがネットが普及したゆえの病気。いやでもね、ここまでね、影響力を出せるってすごいなって思った。なんか適当にあんな風につぶやけが。主権の源が天皇だってことだよ。今の主権の世界は天皇ではございません。バカな71番さん。大日本帝国憲法には主権の文言が出てこない。そう。天皇大権は出てくるんですけどね。天皇大権は出てくるんですけども、主権という言葉は出てこない。実は。やけど天皇主権とかって書いてるでしょ、この議員の人ね。天皇が任命するのは形式的、儀礼的行為です。中学校の憲法から勉強し直したら、大体だからレベル一緒なんですよ、この人の。大権は主権より上やね。全知全能的なイメージやね、大権っていうのは。イメージ的に。イメージ的に、世界基準で主権元首、君主と元首は違います。バカじゃねえ。バカじゃねえ。塾長聞いてくれ、ツイッターリベラルフェミニストがテーマ人権やフィクションだって言ってるんだよ。人権言われる作品におかげで憲法に関して無知理解がすげえな。ああ、なるほどね。トラ八も始まった頃は理科を出したり中立そうやね。じゃあ天皇大権を振るって任命しなかったらどうする？何を言ってんの？今の憲法では天皇大権なんてないですよ。今言ってんのは明治憲法の話でしょ。文脈読めてんの？ちゅうか日本語読めてんの？現法憲法下では天皇は政治的に内閣の奴隷、まあ奴隷とは言わんけど、まあ形式的儀礼的行為ですね。じゃあ、ちょっとね、元気やね。申し訳ない。久しぶりにね、ちょっと夜が元気やね。昨日ちょっとね、ちゃんと寝れた。あと、お通じがちょっといいっていう。任命拒否はできませぬ。はい。任命拒否はできませぬ、原則。はい。任命拒否は原則。原則できません。できてるっていうのを武田君が言ってるんやけど、できませぬ。はい。できません。形式的、儀礼的行為ですから。任命って言われた。実質任命行為ではないので。逆に言うと別に任命行為が行われなくったとしても仕事ができるから。なんで、形式的、儀礼的行為って何回言わすの？法的行為じゃない。
任命行為、うん、もう国会による指名が出来上がってるわけでしょ、内閣総理大臣に対して。だからそこでも実質的には決定してるわけ。あとは形式的に任命行為っていうのをやって、あれは単なる儀式に過ぎない、うん、なんでってそういうふうにしたの天皇は文化財になったら諦めろ、うん、なんでって聞くんやったら勉強しいや、それぐらいのこと。中学校の義務教育の教科書からやり直せ。体験の発動だから、大憲っていうのはないねんや、今の日本国憲法にないの、否定されてるの、ポツダム宣言で否定されてるの。武田つね、嘘つきとは言わんけれども、ちょっとどうかなっていうことを言ってはる場合があるね。だからこそあの人はまだジョン教授にもなってないやろ、うん、学者ではないでしょ今あの人、うん、まだ学者というほどの身分は持って、まあ研究家ぐらいまでやな今あえて言うなら、うん、だからちょっとちゃうようなことも言うてるんじゃない。イギリス女王が拒否権発動したらそれはどうなると。イギリスの女王が拒否権で発動できないですよ今。一般人感覚からするとこそば遊びという印象でしかない。まあそれは勉強不足なだけですよね。勉強してくださいってしか言いようがない。したじゃんっていうのはいつしたん、いつしたん。武田の親父って五輪協会の会長、あ、そうそう、誘致な。でなんかフランスのなんかトンネル会社にお金いっぱい払ってどうのこうのっていう風な話がちらっとこう出てるよね、うん、まあそういう話で。1700年代やだろうが、それはバカかそれは王に実質権限があった時だろ、うん、今の王は君臨すれども統治せずやないか、うん、何の話をしてるんですよ。まあそういうことでね、もう今ごめん、この話は1945年以降の話をしてるので、そんな話持ってきても意味がない。それは歴史上のこと。はい。さらに法的思考がない。だから法的思考のない究極な人がこういうツイッターをやっちゃうんだよ。この議員みたいな。この一連の、この一連の主権の考え見てもらったらわかるんやけど、一般人の直感と法学の感覚がずれてるってるのは違いないよ。法学に限らず専門性のある分野すべてに、うん、そう、イギリス女王は助言ができて今は権限はない。ちょっとぼやっとした言い方をすると、一応イギリスっていうのは王国なので、一応女王に権限はあるんだ、権限というか政治的な形式的な力はあるんだけれども、でも実質的には議会だとかやっぱり、内閣だとか、そこにしか、そこで実質発動するので、まあ、今の王はお飾りです。ただなんとなく権威的にそのいろんな権限がエリザベス女王の国とか言うけど、まあどっちかというと儀式的な時に登場するだけであって、じゃあ政治の本当に大変な時にエリザベス女王が裁可を下せるかって言ったらそんなことはできない。
まあ勉強してください。そういうやつ、議員とか選挙とかどういう理解解釈してるの？そのつい説明して、説明するっちゅう前にまず読んでほしいん、これ読んでみて、とりあえず一旦。まあ天皇と一緒ですよ。天皇みたいなもんっていうか、日本の天皇のその政治に対する参加の雰囲気を、まあ、イギリスをモデルにしていると言わなくもないかなっていう感じじゃない。あの、本当は戦時中の明治憲法の時代でも天皇自身は実際はあの権威としていたとしても自分が実質そこに入り込むのには問題があるので、やっぱり君臨すれども統治せずなんだっていうことはできるだけ守りたかったんやけど、まあ守りきれなかったっていうのがまあ一部ある、そんな話。バカが、だから任命が天皇大権の発動じゃないの。任命権というのはそのどう言ったらいいのかな、ご隠居さんみたいなもんですよ。昔の近くのご隠居さんみたいな感じで、要はテレビがなかった時代にね、あのその人が政治をすることをまあ誰が代表して認めるんかみたいなイメージですよ。どう言ったらいいの、立ち会い人みたいなもん、立ち会い人で、立ち会い人として天皇が出てきたようなもんです。今みたいにそのテレビが発達して、全てを1億2000万人が見れるっていう時代ではまだなかったからな、日本国憲法ができた時は。226の集結と御政団はその2つであるやんか、大憲発動って言われてる。だからたった2つですよ、過去天皇大憲が発動されたっていうのは、その226の時と、ポツダム宣言受諾だけと言われております、学説的に。でも実質の発動はポツダム宣言受諾の時だけだって言われてるけどね、226じゃなくって、まあ、その辺のところはまた見といてください。小池百合子が主婦感覚で政治やってるやろ、それで都政がおかしなことになってるやん、それと同じ。ノートやってるよ、ノート今下書きしてる、いろんなで今編集中。任命という言葉を使う、大臣の場合は認証やで、東京空襲の時大本営長野県に行くのに、じゃあ今もあるってこと、今ない言うてんねん。今の話のどこをこうやっていったら天皇大権が今もあるっちゅう話なんだよ、ばっかじゃねえ。頭悪。つまり大本営天皇が戦争しないって言ってるのにやっちゃった進化は犯罪。どういうこと？それはいつの話？いつの話？まあでもね、ちょっと関係ない話になるけど、TBS で今日やってたでしょ？そうそうそう、主権は国家にあると辞書に書いているっていうふうに。じゃあね、何が言いたいかやったら、主権は国家にあって国民に主権はないねんっていうことを堂々と書いてはるんですよ、この人。で、この人は主権は国家にあって国民に主権はないって堂々と書いてるのに、後の方のツイッターに、国民は政治の最終決定権限を持っているんですみたいなことも書いてあんねん。いや、それを国民主権って言うんですけどっていう話で、矛盾挙動がずっとツイッターの中で並んでるんだけど、それが自分が発してるのが矛盾挙動だっていうのを気づいてない市議会議員がここにいてるっていう、そういう話。
それ伊藤さん恐ろしい。天皇大家言ってる人は天皇が戦争しないっていう戦争してやがる安倍はアウトだね。帝国憲法外の大憲を行したのと日本国憲法で憲法外の大憲がないってなんで言い切れるの。まず言ってる意味が全く分かりません。はい、なんで選挙で当選するの。しちゃうんだよね、こういう人が。市議会議員やから票数がね多分1000超えたぐらいで通っちゃうんだよ。ん？天皇はいい加減なかる。まあ日本国憲法の中では軽い存在です。確か帝国憲法には非常事態の規定はあったかな。緊急憲かな。国の国家緊急憲っていうのがあったはずですわ。確かその緊急事態条項に近いような条項は明治憲法の中には入ってたの。これをまた入れよう入れようとしてますけどね。憲法上国民に本当に主権があるならば権利を渡す必要。ここもありそう。おるやん、ここに。帝国憲法の枠組みを外れてないっちゅうねん。頭悪いな。帝国憲法の中に天皇大憲というのが書かれてあるんだから天皇が大憲を発動できるというのは憲法の枠組みの話やんか。というよりも憲法より憲法の中のあらゆることを自由に動かせれるっていうのを天皇が持っとるわけや。わかる言うてること。憲法が天皇の大憲を認めてるわけで、その憲法で認められてる大憲を発動しているわけやから憲法の枠外の力じゃないわけだ、はい、という、理解力がない。お久しぶり。ごめんなさい、久しぶり言われても今久しぶりすぎて誰かわからないので小手半をつけ、あ、M字だよ、久しぶりやんほんま久しぶりやん。ドイツにいてた M 字大学さん。あのね、この方ね、この放送の初期の時からいてはる人なんで、もうだからさっき言った2011年に放送を始めたちょい後ぐらいから、あれやんね、東日本大震災の頃にはいてくれてはったよね。だから、もう8年ぐらいの視聴者さんですね、うちの子にね。久しぶりやん。はい。天皇も帝国憲法に従う的な文言あったよ。どこやねん、出してこいよ。じゃあ出してこい。いつな塾長シーン。天皇機関説なんでしょ。だから天皇機関説言うてむっちゃ批判されたじゃないですか。見延辰吉先生が批判されたでしょ。だそこは解釈がずっとこうあれですよ、戦ってるとこですよ。でも基本は明治憲法の下では天皇は最終的にはひっくり返す力を持ってたわけやから、だから日本国憲法の下では天皇に全く権限をなしにしてるでしょっていう話。はい。日本、いや、なんていうのかな、まあ、こういう極論の人に対して説明することでちゃんとした理解が伝わるかなっていう試み。日本の憲法が安定したらドイツのワイマル憲法を引用したほか、まんま修行に行ったん？二物ってま
憲法なんかね、憲法を守れば暮らしが良くなんねん。わかる？憲法を守れば暮らしが良くなんのに、憲法を守らんと政治家が好き勝手やってるから暮らしが良くなってない。ちなみに今来た人は、今の話題はこのツイッターの人の話をしているので、一回この人のツイッター覗いてみてください。はい。その憲法の規定の中に財政のことも書いてるやろ？財政がポーンと別口にあるんじゃなくって、財政のことも憲法に書いてあるじゃろ？天皇機関が機関士。天皇は元首にして統帥権を総覧し、この憲法の上記によりこれを行う。だから上記によりこれを行うやから、天皇はこの憲法の条項を行使することができるってことや。天皇自身がこの憲法に書いてあることをコントロールできるっていう条項や。何かあった時にこの憲法というものをフィルターにしてどん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 権利を作る。だから天皇大権を発言するための根拠がこの憲法ですよって書いてあるね。現実に合わない憲法なんて捨てるのも勇気やで。三権分立とか知らん、まあ知らんのにな。えんちゃんがうんぬんてる。わからん。従上なんで議員にならないの？お金がないからです。まず議員になるのにお金がかかるっていうの知ってる？むちゃくちゃお金かかるんやで。日本一国だけ全てが完成する憲法を守るときは何とか、ね、日本の憲法なのにわざわざ日本国民主権っていう必要あるよ。国民主権、あ、それあのさっきのあれやろ、ツイッターのところに書いてあるね。現行憲法と自民、そうそう、で自民党の改憲草案というのが今危険な状況になってるよっていうのがまさにそこのお話なので、そこもちょっと、知っとかなあかんよねっていう、そういうことですね。なんか似て非なるもんなんで、銃刀所持解禁してそれ江戸時代まで戻ってるよ。江戸時代まで、江戸時代まで言うたらこの前ね、遠山の金さんやってたやろ。この前の遠山の金さん、松岡が、東京の松岡がやっててんけど、結構面白かった。水野忠邦の時代に、あらゆる表現の自由が制限されてるっちゅう話で、ちょっと憲法的に見ると非常に面白い遠山の金さんの話やってて、で、結局水野忠邦が失脚すんねんっていうね。なんかそういうことを、遠山の金さんフィルターでやってたから、あ、ちょっと斬新やなと思って面白くて見てた。なんか安倍政権を見てるようや。自民のは改憲というけど別の憲法を作っているのはもんだし、見てないよ。いや、遠山の関東だし、この前の松岡の昨日県をやってたんだっけ、遠山の金さん、あれ面白かったで。なんか再放送かなんか見る気があったね。あ、 TVer で見れるわ。 TVer 今やったら1週間やったら TVer で多分無料で見れるわ。てか今左翼が社会権の言論を抑制する手段に出ようとしているのを見てると、社会権が危険。え、どういうこと？ギャオ、いや、ギャオじゃなくて TVer。 TVer ってあるやん、テレビの放送1週間だけ無料で見れるやつ、あれに多分上がってるはずやで。
ギャオはあんまり民放の放送をもう一回やったりしないけど、TVer で多分あるはずやで。うん。TVer、そう。それ何もせんでも、登録いらんで、TVer は。うん、TVer やんか。いるのは原理主義に陥った危険思想ばか、右も左も声が大きい。うん。社会保障を廃止したらえらいことになるわ、この国。だから社会保障に結局ね、何が問題になってるかって言ったら、社会保障にぶち込んでいる予算も中途半端やね、今の日本は。だから社会保障にぶち込むお金をもうちょっと比率が上がるようにどうするかっていう財政の見直しをせなあかんのに、まあ安倍ちゃんがあんな風に動いちゃうもんやから不十分なってるね、うん。それにしてもラジオクラウドは最低や。何の話か分からん、うん。社会保障ほどこそ民間やコミュニティがある。いや、社会保障で思い出したって、必要最小限度の生活を抜かぬ、うん。国の役目、ああ、そういう意味ね。まあ、本当は社会保障を、充実させるんやったら、僕は本当は地方自治体に持っていった方がいいと思う。で、地方自治体の方に持って行って、もちろん、消費税とかの取り分とか、あそこの配分を変えて、ちゃんと地域のところでお金が落ちるようにしておいて、で、地方自治で社会保障ができるように、本当はするべきなんだけれども、これを国が一括やってしまってんのが、ちょっと問題っちゃ問題やねっていう気はするよね。これも前から言ってる話よ。番組表を見てて気がついた。俺のツイッターでよく使うハッシュタグは番組名にパクられて、どういうふうにパクられてる。だから塾長も塾長より市場に国が介入することをしぶしぶ認める感じ。僕、国が介入するのを何も認めてない。そんな手放しでは認めてないですよ。そんなん僕いつ言うた。市場に国が介入する、できる限り市場に国が介入するのはやめた方がいいよって言うてるやん、いつも。うん。何々議事録とか、最低賃金、なんで最低賃金を容認したら国が介入してることになる。意味がわからへん。最低賃金は下支えの話やから、それ以下にしたらあかんよって設定しないと、なんぼでも下にできてまうやん。ほな究極奴隷になってまうやん、それって。だそこを防ぐためには最低賃金は設定せなあかんじゃん。ただ最低賃金制度は値段に関してはあれ国じゃなくって地方自治体やで決めてんの。大阪府の最低賃金と兵庫県の最低賃金違いますからね。国じゃないですよ、最低賃金制度、うん。社会保障すべての国民平等でないとあかんって考えもあるし、平等じゃないとあかんというのは、社会保障を受ける機会というものは平等じゃなかったらあかんねんけど、結果を平等にするわけではない、どんなやつも。で、受け取る金額に差が出たりするのは、それは当たり前です。状況によって違うんやから、それぞれ。うん。国会の質疑でコミケとか連呼、当然議事録で。異次元 GPIF に株を買わせ市場を介入しまくり。まあ、それはどうやねんっていう気がするよね。うん。
そこはどう、だからこれってその限界が来たら、これほんまかどうか知らんけど、ノーベル経済学賞を受賞したなんか日本人の教授で外国で教えてる人がいてるんやけど、その人が言うに今みたいなやり方やっとったほんま破綻するでって言うてるみたいな。これ日銀のぶち込みがじゃあ止まってしまった時にどえらいことになるやんか。またいつまたぶち込みをやめるか分からへんので、だから撤廃すべきな市場にいかなる権力、いやいかん、だからそこは極端で、その株とかの市場の中に国が入っていくのはどうかと思うけれども、社会保障の問題として下支えをしていくことは重要でしょうって。公務員の給料上げても経済良くならないと思うよ。だから公務員に上げている人件費の方を削って、出てきたお金をいっそのこと社会保障にぶち込む方が僕はいいと思うけどね。っていう話ですよね。ノーベル経済学賞受賞というか受賞予定かなんかしら、ツイッターでちらっと見たで。ノーベル経済学賞。ちょっと待って、調べるわ。これ、ちらっと見ただけ、名前覚えてないんだよね。ノミネートかもしれんけど。なんかで見たんだよね。日本人初のノーベル経済学賞を受賞するか注目されてる人や、ごめん。ノーベル経済学賞を受賞するか注目されている清滝信宏っていう人がいる。清滝信宏、アメリカのプリンストン大学の教授。清滝信宏、アメリカプリンストン大教授。日本の財政は持続可能かと聞かれてかなり危ない。自国だけでは債務の償還や借り換えが間に合わなくなる。金利上昇引き金として財政危機がやってくるっていうね、いうふうに書いてはるですわ。そういうこと。アメリカ人、アメリカ人じゃん。清滝教授やんか。清滝信宏さんって書いてあるね。サマータイム入れない方がいいと思う。体悪するで。体悪すると思う。僕はサマータイム反対なんやけど、サマータイムの導入を日本人は割と受け入れてるっていうわけのわからんこと言うてんねんけど、あれ誰が言ってんの？公務員は一般より高給だが消費税廃止してその分給与下げて報酬下げる。安倍ちゃん、電通が言うてんの？ サマータイムって占領期に導入されたらしいよ。でもなんかすぐ廃止したんやろ。はい、クルーズありがとうございました。まあ、また来ると思うけど、クルーズ行く場所ないから。で、なんかイギリスなんかでは結局1時間早めるサマータイムを導入してるんだけれども、でも体に変調ができたっていう人のなんか精神科への問い合わせがものすごいあるみたいやで、今。で、やって1時間が限界やろって言うてんのに、これを日本の場合2時間繰り上げるって言ってるわけやから、多分あれやで、体の変調を起こす人続出して余計病人増えるで。
こんな、イギリスでもすでに体に変調を来してる人が63万人かなんか言ってたような気がするけど、なんか言うてたよ。結局ね、寝不足がね、体に原因になってくるみたい。んで、サマータイムをまた通常タイムに切り替えるときに、どうもうまくスイッチができない人が増えてくるみたい。だから、普通の時間を使ってサマータイムになるじゃない？で、サマータイムのときに切り替えて、で、そこで体の変調が起きて、体の変調が起きたままサマータイム過ごしてどんどん体悪くなって、でまたその体悪くなった状態で通常に戻すっていうところ、そこが結局うまくいかなくって、いわゆる体内時計が狂ってしまって大変になるらしい、知らんで、はあ、体の変調嘘だよ言うてニュースやってたでちゃんと。嘘ってどこ情報ね、嘘って逆ね、そうそう、何でも公務員からやったらいい。でも公務員から始めたら結局あれなるからな、民間も導入するからな、いやだからずれんのは宿命ってこと、ずれるだけやったらいいけど、それで体の調子壊すんだってよ言ってた。そうやね、ちょっと僕サマータイムって気になったのは、12時の扱いをどうするの、日付変わるっていうのはどう扱うわけな。2時間前倒しで、これ例えば2時間前倒しのサマータイムを導入するとして、2時間前倒しで日付が変わるって考えるの、どう考えんのこれ、日付変わるときって。夜勤してる人は夜勤してる人でそのリズムやから別に変調してない。バカじゃん、夜勤してる人が体壊さへんって言うけど、夜勤してる人は夜勤してる人のリズムを作ってるからええねん。サマータイムというのは時間を繰り上げるんですよ。分かってる。繰り上げたところで時間の管理をしていくから、体を騙すわけやん。単純に言ったら、ほんま8時やけど6時ですよみたいにするわけでしょ反対や、ほんまは6時なんだけど8時ですよとかにするわけでしょ。体、それがどうやねんちゅう話。だからさっき言ったやねんか、切り替わりがしんどいんや言うてるやん。だから単純に言うと、例えば7時に会社に行かなあかん人がいるとして、7時に会社に行かなあかん人は2時間繰り上げるから5時に会社に行かなあかんことになるわけや。で5時に会社で今、何、通常時間の7時が7時出勤の人はこれを2時間繰り上げますから、実際の時間は5時なんだけれども、それを7時と錯覚して出勤せなあかんわけでしょ。だから5時出勤ですよ。5時に会社に着かなあかん、5時に会社に着かなあかんということは、容易にまあ2時間とかかけてる人いたら、5時から2時間差し引いて、3時、だから3時に起きなあかんわけや。3時起きの2時間用意して5時に会社に着くようにして、ほいで、本当は5時なんだけど7時とか言ってみんなが錯覚したまんま仕事をして行くわけでしょ。で、はい、終わらへんやん別に。8時間は働くでしょ普通に。8時間は働いて結局で2時間繰り上げるわけやから、通常6時終わりの人が、
2時間でも4時に終わるっていうだけのことでしょ。で4時に終わって4時から帰るんやけれども、結局次の日に起きようと思ったら早寝なあかんわけやから、別に有効に時間が使えるわけではないんだよね。それは電車も2時間早く始発になってくれるのは無理やん。だから全てのものを2時間繰り上げるわけ。で体壊してみんなまた寿命縮めていくね。でおそらくは残業が増えるやろうって言われて、またね、事務長は働いてないから知らんねん。働いとるよね、今日も一日働いたっちゅう。2時間早く仕事行く時も多いって言うけども、それは一時でしょ。それは一時やんか。4時に帰宅で5時に家着いても、西日が森で部屋が爆熱、一切エアコンさえ電気必要で、いや結局残業代出ればいいって言うけど、残業代出て体が悪なんのよ。でその残業代は体治療することに使うの。何やってることかわからへん。結婚ってなんで NG ワードにしたんだ。してない、結婚って普通に打っても NG にはならない。マラソンスタートの問題なら21時スタートにすればいい。だから別にサマータイムなんか導入しなくったって、今の時間の使い方で早めりゃいいだけのことじゃないの。それをなんでサマータイムを導入するって話になるのかわからない。45歳で独身だとサマータイムがきつい。就業時間守らん日本社会では無理。時間通りに帰れるっていう習慣がきちっとできている国じゃないと絶対サマータイムは無理だよ。そらあんたら仕事してないけどなっていうことやな。麻生さんらは、あんたらは好き勝手な時に適当に国会に行けばいいだけの仕事やからええかもしれんけど、毎日働いてる人は大変や、ね、でこれによってシステムを全部変えなあかんわけでしょ。でシステム変えた時に、システム変えたら何が起こるかわからへんって言うてるような状況の中で、まあ2000年問題と一緒やん。2001年問題か実際に。これ誰かがねサマータイムのねメリットデメリットをね比較してる表があった。なんかあったな。あれを見るとデメリットしかないやんって書いてあったけど、何やったかな。まあ、ちょっと喋りながら探しますわ。サマータイムデメリット、サマータイムとデメリット、ちょっと図が見当たらへんな。絵図があったんやけどな。
積極的導入者がというところが怪しい。おそらく労働者より経営者側、経営者側にはなぜか有利なことはあるんでしょうな。はい、なんかこれテレビでやってるやつの記事やけど、3月下旬と 10月下旬に、1時間進むサマータイム開始から1週間の平均心筋梗塞の発生率 5% 高まるスウェーデン、これスウェーデン、ロシア、サマータイム開始時心筋梗塞増加で救急車出動増加、2011年サマータイム中止、書いた。なんかそういうことは諸外国ではあるみたいですよ。本当にサマータイムがいいんやったら全部の国で導入してるっちゅう話。あ、出てきた。これやな。サマータイムのメリット。涼しい時間帯に五輪競技を開催できる。エアコンや照明など電力節約。夜の余暇時間が増える。経済的効果に期待。これがメリットね。デメリット。残業が増え、長時間労働を助長する概念。睡眠障害など健康被害が発生する心配。官民で大規模なシステム改修が必要。うん。さあ、どっちを取りますかっていう話。うん。誰がヨレヨレじゃん。デメリットの方がでもこれちょっと、あれやで、レベルが、あ、出てきた出てきた。夏時間 EU は廃止。サマータイム導入で想定されるメリットとデメリット。メリットは暑さ対策、省エネや温室効果ガスの削減効果。通勤通学時の犯罪交通事故の減少。なんでサマータイムを減少するのかよくわからない。家族とのコミュニケーションやボランティア活動、レジャーの促進、これメリット。デメリット、さっき言ったけど、コンピューターのプログラムや航空鉄道のダイヤの変更、信号機の調整などの手間やコストが増加する。残業時間の増加、睡眠不足への健康への、これ健康への影響が出てきたときに、メリットよりもデメリットが増えたときに、えらいことしちゃったなっていう風にならへんかどうかやな。うん。え、めっちゃ暑い時間に帰ることになるけど。主は健康重視や。僕は健康重視やな。無理して生きたらあかんっていうの僕の哲学やから。無理して生きんでもええやんっていう。だいたいさ、君らさ、こんな時間にニコ生見ててさ、2時間早められてさ、生きていけんの？どうなん？これ2時間早められて生きていけんの？どうなん？おそらくニコ生見る時間なくなるで。アンケート？サマータイムに賛成か反対か。こんなアクティブたかだか14人の放送でアンケート取って、あれ材料なる？もっとうちの放送が100人200人おったらええけど。サマータイム導入、あ、賛成か。
久しぶりやな、アンケート。賛成、反対。もう賛成、反対だけするで、もう。ね、ネタなし。はい、2分。ニート時間に障害ないから。これ僕、反対に押していいの？反対。反対押すで。塾長は一生独身の選択肢。うるさい。嘘やええねん。国民にショック与えるためにさ、何でショック与えなの？はい。この15分のタイマーが17分になったら、開けます。アクティブ14人でアンケート取っても、過半数言うても、8人やろ。うちこんなの73人来てるけど、絶対73人いてないもん。立ち見も出ませんし、うん。意味がある、あれかどうかわからない。まあまあ、やって言うたからやったけど。ペリオンはまだいてんの？ネオ登場のところ。まんべんなく稼働するとこになる。これくらいで、メンテナンスがまさかこんなことでさ。クリックすんのに3分かかるん、サマータイム無理やわ。4時起き。はい。じゃあ結果見ますか。はい。結果ドーン。反対の方が多いわ、うちは。うちは反対の方が多い。じゃあこれを、ツイッターで送っておきましょう。あれ？ツイッターで結果送るわ。結果送るわ。ツイッターで送る機能はついてへんのか。前のやつはな、ツイッターでそのまんま結構遅れたんやけどな。これないか、なんとか。3人だけ。これ何人が回答したってわかんない。実質参加者3、4人とか、なんでわかんの？どうやったらわかんの？どこでわかんの？もうええ。アンケート取ったら取ったで文句出るからな、あんまり取りたくないな、アンケート。フィーリングカップル5対5。これなんか集計何人とか出たらいいのにね。動画来て、これあるか、今ツイッターでは出せないのか。こうやっても普通にタイトルが出るだけやもんな。マニさんもできない人多い。なんか嫌やよ、なんかこんな空気なるから。こんな空気なるから言えん、アンケートしても。あんまりなんか、盛り上がらへんかな。アンケートはね、1000人ぐらい来ないとやっぱ面白くない。まあ、とりあえず、率的には反対の人が多いんだろうな、っていうことは分かりましたけどね。うん。早起きの時間がだから2時間やで。諸外国は1時間やのに、2時間早起きやで。起きれる2時間も。だってこれ、もうあと、普段の放送やと、もうさっきも誰か言ってたけど、人によってはもうあと30分で、用意始めなあかんってことやで。3時。3時から用意始めて、っていう。でもさ、これやったらさ、新聞配達の人ってこれより早起きなあかんやんか。
新聞配達の人これよりも早起きなあかんねんで、だから2時間早めなあかんわけやから、これ体きついなあ。みんな新聞配達の人のこと考えたことある？競技開始時間これ、まあ、そうなんだけど、新聞1時頃に来るからね。誰がよりよりタイムや、最近朝刊でもっと早く送らなあかん。ということはこれ結局新聞のネタも早く送らなあかんようになって、もうますます新聞業界が大変やね。市場関係の人も大変やな。そう、新聞配達2時間早めるには記者の人たちも2時間あげなあかんねんけど、薄い記事になるやろな、時間があるけど。人間の対応力もっと信じて、それな、船田はじめくんが書いてあったわ。人間の根性でそうなるみたいなこと書いてあって、これ文句言うてる人おったわ。これちょっと残しておきたいので、サマータイム、サマータイムのメリット、デメリット、これ置いといて、で今何を言おうとしましたっけ。何を言うと、何を探そうとしたっけ。短いやろ、記事やろ、2時間早く記事を書かなきません。忘れた。何かをやろうと思った。ああ、そっか、船田はじめくん。サマータイム。ちょっと待ってな。あ、これ。これはですね、これを一旦ツイートで上げて、これの、これの、URL を貼ればいいんだよね。サマータイムで、こう打っといて、でこれを打つわ。よいしょ。8月は暑くね。だからクーラー入れたんですけどね。さっき言ってたけど、根性で乗り切れる論というのは、根性で乗り切れる、これは僕のごめんツイッターやけど、船田くんの持論です。これ憲法改正ってこういう人間が言うてんねんなっていうので、これ船田くんの記事なんですけど、まあ、一応貼りましたけど、すごいこと言うてますよ船田くん。船田くん、サマータイムは真面目な国民なら乗り切れるっていう一論。
オリンピックサマータイムなぜ導入議論され、自民党船田はじめ衆議院公式サイトで躊躇することなく新制度に大賛成。サマータイムを見ると IT、まあこれってね、エコノミストも大きなリスクは伴う。サマータイム東京五輪パラリンピック推進森氏が、ね、会談し、サマータイムの法整備を要請。要望報道によればこれを受ける形で政府与党内で導入の検討。多くのメリットをもたらす可能性があるとデメリットも指摘されるということで、ということですわ。そう、要は、律儀で真面目な国民ならば十分乗り切れるっていうのがサマータイムの導入根拠。まあ、こんなことを国会議員が言って、この人で憲法改正の委員とかやってた人やのに、このレベルの発言しかできへんで。船田さん、再婚しても失楽。結婚しても、解任されて、進め1億円。1億火の玉が懐かしい。それ暮らしの手帳っていうのを作ってた編集長の人が、戦時中にそのコピーの仕事やってて、特に、政府の要請のコピーの仕事やってて、そこで作ったんが「進め1億火の玉だ」だ、まあ、この人が言うには国民は、真面目だから乗り切れるだろうっていう、何の根拠もない。それによって体が壊れるとか健康を害するとか一切無視。壊れるやつが悪い年論なんね、こういう人ってね。そういう風なサマータイムに突入しようとしてるのって一体どうですかっていうのは問題だよねっていう、一般的には。はい、作新学園根性叩き直しが塾長君か、時代錯誤の神で仕事をして世代の掃除をした。うわ、むちゃくちゃ使いこなしてますやん。 IT よりも IT を使いこなし、ニコニコ生放送やってますやん。今体に悪影響あるのに甲子園で球数規制しようとすると反対する人なんで反対するんかな、もう頭悪いやろ。セタミの暮らしの手帳は良かった。暮らしの手帳店か。暮らしの手帳ってね、今思えばね、すごい本ですよね、あれ。すんごいね、なんていうのかな、すごい社会に挑戦した雑誌やんね。暮らしの手帳すごいな。イットと残臭い故障していた似た派閥なんで蜃気楼へのそんな、よう分からへん。はい、ナンシー関とかコラム書いてなかった。書いてたかな。僕はナンシー関のコラムは週刊文春でしか読んだことない。ナンシー関って消しゴム職人っていう、なんか、あの人消しゴム職人っていうのが肩書きらしい。なんか、コラムニストっていうよりも消しゴム職人って聞いたときはびっくりした。まあ、太りすぎ、まあなあ、引きこもってた感じはあるよね。森喜朗が提唱者派
派閥挙げて支援、石破及び竹下派は何考えてもよくわかんない。うん。その辺の結びつきがまだ強いんでしょうね。はい。そんなことよりも、主権と憲法改正のことをギャーギャー言うてたのも、市議の伊勢崎氏の、この、伊藤純子議員でも、ね。伊藤純子でいいの？すみこ。絶対純子やんな。妻、純子、言うのね。純子いう名前、強烈な青いな。妻、純子。何の話か分かるこれ。この話、もうみんな忘れてるやろ。これ、忘れてる？もう覚えてるこれ。妻、純子。絶対忘れてるやろ。SNS 面白い。そう、まあ、実は結論そうやねん。そう、面白い人がおったらええんやけど、とんでも論を言ってる人ほど面白いっちゃ面白いから、ね。妻純子はあれやんか。森友学園の籠池理事長の嫁さんの名前じゃないですか、もう。もうみんな忘れてからに、これ。あんだけおもろキャラやった、籠池純子さんですよ。ほんとに。すぐ忘れんねんから。ちょっとテレビに出なくなったら。ね。釈放、保釈された時の会見ですよ。みんなちゃんと追いかけてますか、森友学園の話も。忘れてるでしょ。もうなんか、あんだけやってたのに。籠池理事長なのか、それとも、安倍昭恵さんが国会に行くのかって言ってた、あの時に。雑魚キャラちゃうじゃん。籠池夫婦はむしろ嫁の方がメインキャラやねんぞ。雑魚キャラ言うな。妻純子は、今のワンピースで例えるとビッグマムみたいな状態ですよ、今。な、雑魚キャラちゃうで。うん。交渉記憶に防御箔装置扱いされた籠池の息子さんがノイホに騙された。あ、そうな。女性リスナーが少ない塾長。うざいわ。帰れ帰れ。かごちゃんの嫁、ちょっと神経がずれてませんか？で、次男がおかしくなって。ということで、いやいや、ここの話よりも、今、その、奥の、その話ですよ。うん。奥のっていうか、その、そう、伊藤純子議員の方が、何を持って、お前、みたいな話。うん。ちょろいのってね、ちょろいの。ここの主権の概念と憲法改正ね。籠池嫁は近畿財務局の資料を見るとすげえモンスター。もうモンスターね。あ、今日モンスター全然関係ないねんけども、今大阪府ではですね、皆さんご存知の通り、絶賛逃亡中でして、脱走した人が。で、どうもですね、大阪の、どこやったかな、森口が大統領、なんか富田林市にやったけども、ちょっと行ってんのか、要は、
全然見失ってる状況になってるので、今日僕たま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 ですね、京阪電車に乗る機会がありまして、あの辺りで、あの辺りで乗ったら京阪電車の改札口に警官がいてんのよ。普段ああいうところには警官いてないんやけど、で改札口のねところのど真ん中にね、出たところにね警察官がいてんで、珍しい光景やから僕後ろからちょっと見てたんですけども、多分今回の逃亡を受けてそういう警官が多分おったんやと思うんですけど、僕は職室におったわけじゃない。で、要は何がしたいかっていうと、駅の人が降りてくるたんびに後ろから見てたね、警察の動きを。そしたら後ろから人が降りてくるたんびに警棒に手をかけはるんやな、あの人はなって思って、警棒に手をかけたりで、何もなかったら警棒から手を離すんやけど、すぐに警棒をしゃべる、触ろうとしちゃう。皆さんがスマホを触るのと同じような感覚。足飛んだ林市で逃走犯囲ってるけどどうしたらいい？あれやわ、警察に言って引き取りを見てもらってください。いや、その警官のくせじゃなくて、で、出口が2つあんねんけど、ある京阪電車の駅の出口のところで、出口のところのもう一個のところにも警官がいてたんで、見てたら同じだった。なんかあったらすぐこう警棒が出せる、なんであっこにおったんかな、なんでこんな厳重に京阪電車に警官おるんかな思ったら、まあなんと逃走犯。ただ僕も逃走犯電車乗るかっていう話ですね。逃走犯が電車乗るかな、もっとちゃうとこ探した方がええんちゃうかなみたいな、警棒触った権力の応募だと塾長がクレームつけたんだね。いやね、まあ失敬で、何の話やったっけ。アピールでしょ、違う。だからアピールじゃない、大阪府の事件、大阪府内富田林市、弁護士出入りするドアのブザー電源抜いてたって。あ、富田富田林市、どっかで禁止、どっかの金って意味が分かる、どっかに、まあいいよ、大阪で逃走先といえばあの場所では。でも今日はあったなんか赤い自転車がパクられて、それを使って途中で乗り捨てみたいな感じやから、国民税にマイクロチップ入れない、どうやろう。はい、大阪は逃走犯っていうのを呼んだね、電池抜いてたわざと脱がした説が濃厚です。はい、電池抜いてたイコールわざと逃がせ説が濃厚です。富田林市は近隣田舎都市にいっぱいあるので、千早赤坂村の話ですか。
政府の自演ってどういうこと？ああ、これみんなに埋めやすくするためにっていう。あとの公務員の脳みそに電極を埋め込むのもいい。まあね、刺激を与えた方が、それは思い出す。公務員のお店に電極を見るあの場所に。あれ、ワトリン帰った。帰ったちゃう。はい、わざと逃して評判下げて何の利益？見てみる。うん、公務員がマイクロチップを埋め込んでいく。そもそも設計における手順の不徹底を及ぶし、民間の安全上の概念が露見したのが最大の問題。マイクロチップは一体埋め込まれる、自分で一人外せない。警察評価でもうなんてもう落ちてます。西成だとカメラいっぱい見つかる。西成ってカメラ向け切れるやつを、いざ塾長がかかって出てないわ。やっとマイクロチップ誰がどこにいるのか GPS 発行して管理した方がいい。ジュージャーもこれ以上汚れないから、誰が汚れ、誰が汚れ、うん、まあ、そのだからね、それはええね。弁護士は叩かれない。何の弁護士、499、叩きどころがない。分かってない。相手配布に朝日、え？朝手配布の車乗って遠い。石破元。明らかに接見を行う場所の予算配分とか質の問題。監視カメラとか役に立たないのパーソナルインタビュー。最低やな。最低やな。塾長もっと杉田と杉田さんでもね、最近あんまり息してなくなくない？見かけへんねんけど、主張を、うん、はい、飯場、ハンバ、まあいいやろもう。接見が終わったことを警察に知らせなかったら、しばらくなら当分気づかなかったらしい。ただ別にあの警察官に接見終わったって言わんでもいいんでね、弁護士の側が。うんうんうん、そういうことね。逃亡犯逃げる気になれば逃げられると証明しちゃった。いやだからさっき言ったこのね、ブザーかなんかがならへんようにしてあった。はい、言わないのに逃亡犯の余計悪い展開。逃げ切った犯人はいなく、ね、そら日本でさ、言うてもさ、島国で周り囲まれてるから、見つかる、見つかるよ。籠池田子にいるんじゃない。
怒られるで。伊勢佐木町ブルースの話を終了。ブザーだけにブザーもなりさ、うわ最悪やな、わざとでしょうな。はい、まあそうだと思います。はい、さあ、まああと15分で終わる。でもサマータイムに体慣らさなあかんからもう終わるで。大阪府警って言うか神奈川県警よりマシやで。刑務所の方が、あんまあ、いいや。警視庁見習い警視庁。あの小学校誰も使ってないから、いてるかもね。ね、どういうこと？と寝床が用意されていてシャバいよね。サマータイム現実的になりそうな状況になって今がなった時に体がついていけるかどうかが心配な人が多い。弱小派閥の政策提案状態になっている。528サマータイム現実的になりそう、賞金かけた方がいいな。だいたいどこにでも書いてあるわ。とりあえず2歳児は見つかったんだから。これ最初の話に戻りますけどね、飴玉、2歳の子に飴玉あげるなんてどないやねん、いう批判も出てる世の中。こんな世の中何やったって文句出るんです。賞金稼ぎやりたいんだが賞金安いよ。多分それ以上に交通費とか多分ね、あったらいいですけどね。麻生派って昔は弱小だったの、今は結構、それはまあ、どっちか分かれていく、3つに分かれていく。ちょっと分かれへん。麻生派って昔はあごいろんだね。だ結構いてるんじゃない？賞金いっちゃう。賞金1億やったら一応やろうかなっていう気に なるな。条件一緒で賞金ね。どうやって脱出したか気になるんで、それは来週からアニメじゃねえや、お話見りゃいいじゃん、ね、そういう話。ところでアラスカのハイジャッカー、知らん、初めて聞いた。富田林のアイス塾長さん家の木に捕まって朝方の木さん家セミやん。ただ今日警官に言いたかったんは、犯人やとして京阪沿線で降りるかっつったら降りひんからな。そんなもん、あと人が行さんあるところで降りるっちゅう。そうは、元河野洋平の派閥、相関図がいるよな、相関図がな。アラスカで荷物係、清掃係が飛行機乗っ取って軌道飛行をやった挙句燃料切れで墜落。
反演奏バカにし、なんで全然バカにしてない。あの犯人がそんなん電車扱うかっていう終点が必ずあるでしょ。あのどんな風にやったって、そのそこは見極めなあかんからね、うん、旅客機の構造アルミパン、ジュラルミンやろ、ジュラルミン、ジュラルミンケースっていう、ジュラルミンに当たる部分のコイン30、旅客機の構造はアルミ缶、新石のはず。だから書き換えができますよね。うん、そんな感じ。ただ捕まってないのは事実なんで、まあね、あの危険ないようにしてくださいって言ってもまあどうしようもないんやけど。最近の金属割合もっと見にくい、燃えたら有毒ガスの発生源だらけ。とんだ場合じゃない。最近のは金属割合もっと低いで、燃えたら有毒ガスの発生源だらけと。そういうことやね。みんなも年取ったなって話、単純に言えばはい、まあそういうことでね、もう一度おさらいすると、この伊勢崎市の議員のね、伊藤多分純子議員でいいんだと思うけど、この人がいろんなお金のやりくりをやってたみたいで、おかしいやないかっちゅう帳簿が2年のやつしてた。眠たかった。そうそう、おじいちゃん、ね、眠たいのもう終わっていい。もう疲れた。ちょっとサマータイムに備えなあかんから、もうは終わろうか。あと9分頑張って喋るけど。もう疲れてきた。もう疲れてきた。もうみんな理解せえへんし。まあ、一つだけ言うとくと、その国民主権の原理と国家主権の原理をぶつけるっていうこと自体がおかしい、ね。国家主権の反対が、その、ね、うん、はい。そういえば、ほとんど憲法の話。いや、前半したやん、前半。前半話で主権、結局この人は国家主権と国民主権がぶつかるんだっていう概念からスタートしてるので、そもそも今の憲法でぶつかるなんていうことが、まあね、そんな存在しない。なんで、うん、今からがサマータイムあかん、もう耐えられへんわ。サマータイム、僕もリタイアします。まあめんどくさいな、サマータイムとかになったら、はい明日からサマータイムですっていうタイミングと、はい明日それが下がるみたいな、うん、なんだかんだなんだかんだ理由つけて終わらせようと。なんでバレた。伊藤純がツイートしてる熱心に主権のことを語って。だから主権が間違ってるからね、その人が書いてることが。うん。その人が書いてる主権が間違ってるからね。読んでった。誰がジジイ？誰がジジイ？まあでも大阪はね、気ぃつけんと今、その逃亡してる人のこともあるんで、主権は誰のために行使するんですかっていうね。それは抜けてんのよね。目的と手段で、主権というのは所詮手段なんだけど、目的が何かっていうのを喋ってないからブレるの、この手の話は。
マータイム初日はみんな不機嫌、まあ、みんな不機嫌やろうな。それはあると思う。仕事なるんかないうのもあるしね。542、今日残業で、残業できない人は無理やで、うるさい。ちなみにサマータイムで自演者テロリストがいる。プレミアフライデーでさえ失敗した。あ、どこ行ったのな、プレミアフライデー。まあ、あれ、続いてんの、プレミアムフライデーって。忘れてたわ。忘れてることはやってないんやろ。国民が国家を縛るために主権があるのでしょう、うん、主権を国民にあるとか、うん、主権が国民にあるとか、戦後左翼のデマだ。日本国憲法の一条を読んでくれ。なんとかマンデーに変わった。マンデーに変わった。マジか。フライデーがマンデーに変わった。中東で爆破テロをやろうとしたテロリストが完成した爆弾の次元装置をセットしようとしたら、サマータイムでセットして、セットして自爆ってどういうこと。チューブのサマードリームの世代、塾長何言ってる。チューブあるじゃんか、サマードリーム言うとあかんの、うん、まあ国民主権を否定している政治家とか、主権って主な権利の略まあ簡単に言えばそうなんだけど、主権って実は内容が多義的で3つあるわけよ。一つが統治権という意味。もう一個は対等独立権。で最後が、国の政治の最終決定現象。セットした時間がサマータイムで20秒だと思う。月曜の午前を休みにするっていうのに、変わった。全然変わってない。そう、統治権だから働けるだけ働け、うん、統治権の総覧者は今でも陛下にあるべきだ。月曜の午前を休みにするっていうのに変わった。月曜午前休みにするって変わった。統治権の総覧者今でも陛下になるでまだ言ってん、簡単に主権は国民でええやん。簡単に主権は国民でええやん。七軸長もそう思う。うん。ねえ、ええやんっていうか、基本そう書いてあるから。受刑天皇創設は独裁者誕生する方がいい。その今、金城天皇が結晶美天皇制を続けたいと言っていたかな。うん。象徴天皇制、女性は天皇がいいが女系がダメ。明治憲法の下で天皇が戦争を始めたことになっているのに全く責任を取られなかった昭和天皇、ね、うん、そういうことですね。だからまあ
あったらいいんじゃないですかね。うん。権力なんて持ったらまた政治利用される。助言何がダメな、自分ちょもそう思うやろ。何があかんのでしょうね。はい。また考えときまーす。統帥権があっても責任がないんだろう。筋が通らんの。筋が通らん。まあ、そういうことでした。ということで、ありがとうございました。もう終わります。はい、まだ明日以降、おもろいツイートが出てきたらやります。すみません。ちょっとサマータイムに向けて、準備しなあかんの。サマータイムに向けて、いやだからサマータイムになったらこうなるっちゅうことやん。はい、じゃあまたお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。ありがとうございました。では YouTube の皆さんもありがとうございました。